前田土佐の神消し領館は、加賀藩の重臣年寄衆八家の一つ前田土佐の神家に伝わった資料約9000点を保管する、資料館です。9000点のうち、約6000点が、古文書となっております。なので、展示も、古文書が中心です。前田土佐の神家という家は元をたどりますと加賀藩祖前田利家公とその夫人お松の方につながる家です。利家公とお松の方の次男前田利政がこの前田土佐の神家の家祖です。江戸時代は10人の当主を数えます。ただ、藩主の家と親戚ではありますがこの家から、藩主になることはなく加賀藩の重臣として藩政を支えてきた家、それが前田土佐の神家です。土佐の神家資料館の展示はですね、1階の方で前田土佐の神家の歴史を紹介する常設展示、2階の方で、季節ごとに、そうですね、年4回展示会をする、テーマ、それぞれテーマを作って企画展を行っております。現在開催しております企画展は画道文庫という企画展です。時代は、明治に入ってからの、お話になりますけれども、前田土佐の神家伝来の資料と明治に入ってからの当主前田直面が自身の蔵書の一部を金沢市立図書館に寄贈し画道文庫として公開されていたということを紹介する企画展でございます。本だけではなくて珍しいいろいろな、屏風ですとか、資料も、合わせて展示しておりますのでぜひご覧になっていただければと思います。